ア情報の送信を開始。サポートは任せてください。勝つためには自分を信じることが大事や。ビクトリアスの名にかけて。背中の激鱗を破壊すると一気に活性化します。注意して。
まさか君から連絡が来るとはな。久しぶりだな、イルダ。あの声明は本気なの？当然だ。機は熟した。我々エイジは海域に適応した新人類として新たな歴史を築いていく。それを邪魔するのであれば、どんな相手だろうと戦い勝つ。ベルナ、話を聞いて。すでに私の手は血にまみれている。君と共にあったあの頃には戻れない。ただイルダ、君ができることはまだある。どういう意味？君にこの話をすること、これは君の意志に対する私からの誠意だと受け取ってほしい。そしてどうか許してほしい。人型アラガミをグレイプ・ニルに引き渡せ。そうすれば無用な争いは避けられる。君は知っているか？今グレイプ・ニルは血眼になって人型アラガミを探している。なぜ？オーディンによる海域捕食の決定的な動力源、それは人型アラガミのオラクル細胞なのだ。何ですって？エイジが触媒足りえるのは人型アラガミの因子を有しているからに他ならない。人型アラガミを触媒に用いればエイジの数百倍、いや数千倍の効力を発揮できるはず。ってことはつまり、フェンリル本部周辺の海域を消滅させられる可能性は十分にある。動力となった人型アラガミは当然海域と共に消滅するだろう。その引き換えにこれ以上の血を流すことなく正常な世界が手に入る。そんな、ルル、あの人なんて言ってるの？あの人の言葉難しくてよくわからない。人型アラガミって何？いや、フィムは分からなくていいんだ。私はもはや引くつもりはない。そして君たちに何の強制をするつもりもない。ただ私と形は違える。この世の無常に戦い続けてきたイルダ、そしてエイジの諸君にはこの事実は伝えるべき。そう思った。決めるのは君たちだ。こんなのってねえよ、兄貴。帰るぞ、ニール。我らは我らの道を行くのみだ。はい。イルダを支えてやってくれ。ベルナ。みんな悲しそうな顔してる。お腹痛いの？